はい、ズキです。それでは本日はこちら、パカリンコ。話題沸騰中の折りたたみスマホ Galaxy Fold をだいたい1週間ぐらい使いましたので、使用感レビューとともにおすすめ設定などを見ていきたいと思います。 Galaxy Fold に関連する動画を2本出させていただいておりますが、本当にたくさんのコメントをいただいておりまして、誠にありがとうございます。なかなか全部に返信できていませんが、この場を借りて御礼申し上げます。10月25日に au 専売で発売された折りたたみスマホ Galaxy Fold は、端末価格が約25万円で、通常月400円から600円程度で入れる故障紛失サポートも月1190円かかるという超変わり種端末です。買い手がかなり絞られる Galaxy Fold ですが、私がこの端末に一番感じたのは、このガジェットの定義として折りたたみスマホではなく、やはり折りたためるタブレットであるという点です。このことは以前も触れていて、コメントも多数いただいていますが、語呂というかタイトル的にキャッチーなのは折りたたみスマホだと感じていたので、あえてそのように言っていますが、やはり形状的にもタブレットを折りたたんで持ち歩くといった方が正しいと思います。折りたたみスマホが定着するのであれば、先日モトローラーから発表があったレイザーなど開くとスマホ形状で、折るとさらに小さくなる、まさに昔のガラケーのようなスマホになるかと思います。それでは使用感について。私は常々 iPhone と iPad mini という組み合わせで仕事をしているので、これらとの比較になりますが、その代わりになっているかといえば、なっているとも言えるし、なっていないとも言えるという、若干奥歯に物が挟まった感想になります。カバンの中のかさばりや重さを回避するという点では1台で済むメリットは大きいですが、結構タブレットで情報やメールを見ながら電話連絡することもあるので、そのあたりは2台持ちの方が逆にフレキシブルだと感じます。もっと言うと、折りたたみスマホ、折りたたみタブレットである Galaxy Fold は、現時点ではそれらを1台にしてメリットを感じるほどの軽さやサイズ感には到達していないということになります。またディスプレイについては、タブレットとして仕事で使う上で、私にとって iPad mini が適度な大きさなのに比べ、 Galaxy Fold はやや小さく中途半端な印象を持ちました。そしてカバー側の外側のディスプレイはあまりにも小さすぎて、また開いた状態との落差が激しいので非常に使いづらく感じます。逆にホールドが便利だなと思う点、またよく使う利用用途としては、複数のアプリを画面分割で立ち上げるマルチウィンドウで、かなり便利に使っています。一般的なスマホではアプリを上下に分割表示やポップアップ表示するマルチウィンドウですが、 Galaxy Fold の場合3分割で利用可能です。またポップアップ表示も スマホに比べて操作性が高く感じます。マルチウィンドウを一番使う場面は資料作成のための情報収集時などで、情報を見ながらメモを取る、あるいは必要な箇所をコピペする、もしくは URL をそのまま貼り付ける、このように使っています。またウェブを見ながらメールを作成するなどのシーンで重宝しています。これらについては出先で仕事をする場合、端末が2つあるよりもコンパクトな1つのサイズにまとまっていた方が操作性が高いと感じます。ただこれについては折りたたみスマホ固有のシステム的な面ではなく、スマホより画面が大きいという物理的な面での貢献になりますが、これまでのスマホのマルチウィンドウに比べ格段に使い勝手が良く、使うシーンも増えました。一番使うのは今やったように Google Keep を開いて資料を見ながらメモを取ったりコピペするシーンですが、 Google Keep の代わりに
ワンノートを開いて情報を入力しておけば、オフィスや自宅などで PC を使って落ち着いて本格的な資料を作成するための下準備が非常にはかどります。なお改めて詳しくやりますが、キーボードについてはメニューからキーボードサイズを縮小させることもできます。またメニューからフローティングキーボードを選択すれば、ある程度自由な位置でキーボードキーを打つことも可能です。このサイズも変更可能です。次によく使うのは電子ビューアーとしてで、 D マガジンや Kindle をよく読んでいます。外出先や移動中にタブレット、iPad mini 5をよっこらせとカバンから出して起動させるより、折りたたんだ Galaxy ホールドを内ポケットなどからひょいっと取り出し、開いて起動させるのがとても楽に感じます。ちょっとした手間が省けるだけですが、とてもスムーズで、タブレットを使っている時よりもより無意識に読書を始められている印象です。またこの状態で横にすると見開き表示されるので、実際の漫画を読むときに近く非常に見やすく感じます。もちろん電子書籍だけではなく、 Amazon プライムビデオや TVer など動画コンテンツを見るのにも適しています。もちろんこの状態で画面分割機能も使えますし、ピクチャーインピクチャー機能を使って小窓にして動画を見ながらテキスト入力、 SNS やメールを打つことができます。通常動画視聴時はイヤホンを装着していますが、スピーカーも両面両サイドにしっかりあるので、なかなかしっかり聞けます。折り目については、開いた直後は割と気になりますが、読書や視聴に集中してくるとそれほど気にならなくなります。これらについて総評すると、先ほど仕事で使う上では iPad mini より画面が小さく中途半端に感じると言いましたが、電子ビューアーや動画視聴用のタブレットと考えた場合、 Galaxy Hold の約 7.3 インチの画面サイズは非常にいいサイズ感だと感じます。また仕事で利用する際にも、これは副次的な要素ですが、お客様へのプレゼン時に使うタブレットの代わりに Galaxy Hold を取り出すと結構その場が盛り上がるというのもあります。写真を見るのにも非常にいいサイズで、私はまだ試していませんが、編集作業などもスナドラ855と RAM12GB というハイスペックな性能なので、苦もなくできると思います。外部ストレージには対応していませんが、内蔵ストレージが 512GB なので、ほとんどストレージ残量を意識しなくても良いというのも利点です。電池の持ちについては、1日待機状態で 100% から約 15% 減、起動最大にして Wi-Fi で1時間 YouTube を視聴すると、約 10% 減となっています。ただ今回のテストでは 360p で視聴しました。 7.3 インチで YouTube を見る場合、 360p だと少し画像が荒く感じるので 720p あたりが適当かと思います。その場合もう少しバッテリーの持ちが悪くなる可能性もあります。そして改善点、改良してほしいという点については、やはり新技術、新しい試みの端末ですのでいくつもあります。例えばこの指紋がつきやすいというのもそうですね。使用感として一番感じるのは、やはり重さとかさばる点の改善改良です。形状的に致し方ないのかもしれませんが、やはりこの扇形のような感じで閉まるのが、やっぱりしっかり閉まってほしいというのはあります。
このあたりはファーウェイの折りたたみスマホ Mate X では外側に閉じることでクリアしていますので、 Galaxy Fold でも次回以降は何らかの改善をしてほしいところです。現在のモデルでタブレットとスマホを 2-in-1 にしている、2つを1つにしているメリットをあまり感じないのは、この折りたたんだ時の大きさ、厚さと重量だと思いますので、 iPhone 11 Pro Max ぐらいまで重量を抑え、厚みも普通のスマホを2つ合わせたぐらい、そう思って今 Galaxy Note 9と iPhone 11 Pro Max を合わせたんですが、 1.5 枚ぐらいの厚さに現時点で Galaxy Fold は収まっています。改善というよりもスペックアップとして一番求めたいのはこちら、 S ペン対応です。私にとって Galaxy のフラッグシップモデルといえばやはり Galaxy Note シリーズで、 S ペンもどんどん進化していますので、より大画面となる Galaxy Fold でこの S ペンが使えるようになれば、どれほど、そう、夢ならばどれほど良かったでしょうと思います。値段については前回の動画で触れた通り、半額程度になれば普及する可能性が高まるはずです。開いた画面のインカメラを使って先日 YouTube ライブを配信しましたが、基本的にはセルフィー撮影用にあると思いますので、あえて大画面にカメラを加えるのではなく、カバー側にあるカメラで、カメラの総数を減らせば価格も抑えられると思いますし、大画面ではノッチなしで様々なコンテンツを楽しむことができるようになるはずです。また折りたたむときは外側を持ってこのように閉じるのが正しいと思いますが、ついついディスプレイ面を押さえる格好になるので、このあたりの閉じる開けるの操作がよりスムーズにできるようになればいいと思います。発熱についてはそれほど使っているときには感じませんが、逆に充電するときに結構発熱を感じます。当初はディスプレイを折りたたむということに生理的な違和感を感じていましたが、次第に慣れてしまい今では結構普通に使えています。折り目もそれほど気になりません。ただ以前もお伝えした通り、モビルスーツで例えるとまだまだ旧作的な位置づけだと感じるので、万人向けになるにはあと数世代重ねる必要があると思います。お金に余裕があってこういう新しい技術が好きな方はチャレンジしてみるのもありではないでしょうか。ということで本日は Galaxy Fold を1週間使った感想、いいところ悪いところをご紹介しました。次回以降本日できなかったおすすめ設定や、そしてご要望の多いこれらゲームプレイ検証もしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。